コマンドボリシャイです。皆さんお元気ですね。今日の試合は板橋グリーンホールで行われたコマンドボリシャイ、日向あずみ、豊田真奈美組対春山佳代子、倉垣翼、エコという6人タッグマッチをお送りしたいと思います。この試合は豊田さんが入ることですごく華やかになった6人タッグマッチだったと思います。春倉の冴え渡る連携技、ぜひ見てください。セコンドもなんか見てて面白いと思うので、皆さんぜひ試合以外にもまた後で見返してもいいと思うんですけども、セコンドの選手がなんかすごい懐かしいなと思って、はい、そんな試合だと思うので、ぜひ皆さん、楽しんでください。では行きますよ、せーの、どうぞ。本日のセミファイナル6人タグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー140ポンドエコー、156ポンド春山佳代子、129ポンド倉垣翼、ラブコーナー D3 戦160ポンド、
には Yeah!
ください。あ、
がだったでしょうか。なんか試合後に勝利者賞って言って花束をいただいたっていうのを、はい、なんかなかなかなかったのですごい覚えてたんですけども、はい、小島虎之助さん、はい、借金王ですね、はい、そして試合はというとやっぱり春倉の連携はすごかったなと思って、トヨタさんの存在感すごかったですね、はい、もう今では考えられないあの場外をグラグラって行ったりとか、やっぱり紙テープもそうだし、はい、早くあのコロナが、ね、落ち着いてまたみんながね縦横無尽に会場内をこう暴れ回れるようになったらいいなって、そんなことも思いながら見ていました。はい、皆さん感想はいかがだったでしょうか。コメント欄の方にぜひ、何か書いてみてください。そして、質問などある方はぜひ質問も書いてみてください。動画の中でお答えしていきたいと思います。今日の試合が良かったなと思った人、そしてからまたこんな試合が見たいなっていう方はぜひ、グッドボタンの方をお願いします。そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。